というわけで命からがら逃げてきたのですも。というわけでじゃないも。お前はアホかも。どうしてきっちり死んでこないも。後で返金しろって言われたらどうするつもりも。え、死んで返金ってどういう。ふん、こっちの話だも。んで、レックスとそのブレイドはどこ行ったんだも。はい、レックスたちを乗せたアルスはトルネア海から南に逃げて、その後は行方知れずですも。何分嵐が激しかったもので。わからないも。はいも。で、逃げてきたも。は、はいも。もう言い訳は聞きたくない。もとっとと戻ってこいも。次の仕事が山盛りになってるも。もう渦潮にも保険をかけてたってのに、これじゃ大損だも。それにしてもトルネア海から南ということは、今の時期だとグーラに向かった可能性があるも。グーラの毛布領事を呼び出せも。わかりました、少々お待ちください。これはこれはバーン会長、先だっては大変お世話になりました。クズ者のコアクリスタルもアバリティアブランドをつければ一級品。それを我がスペルビア本国に売り込むお手並み、さすがはバーン会長、恐れ入ります。気持ち悪いおべんちゃらはいらないもん。っていうか、通信でコアクリスタルの話するとか、お前もアホかも。アーケリアに傍受されたらどうするも。これはすみません。まあ、それよりいい話があるも。え、いい話とは。それはもう、具合？ああ、多分大丈夫。ここは？わかりません。どこかのアルスに流れ着いたみたい。アルス？じっちゃん！ニアたちは？探そう。近くに流れ着いてるはずだ。はい。